イーフトのイベント会場に向かっております。繁毛さんです。ウィズ繁毛さん。ウィズ繁毛です。6階パルコの6階でなんと本当に抽選で当たった人しか行けないイーフトのイベント当たりました。2人イエーイ。行ってきます。で結構ねそうそうたる方々がいらっしゃるということ で私はメッセさんに会えるので初めて、やっと3、4年絡みがあるのに本当に実際に会ったことないから楽しみです。着いたパルコ、多分そのイベントに参加する人もいるんじゃないかな。タバコ吸います。めっちゃ飯なんか食べれる、ガッツリ出るな、やば、なんか終わりました。これを無料でやれちゃう、すごいわ。すごい、なんかもうめっちゃ美味しそうなもん並んどるですね。あんま取っちゃいけないか。今中、いやすごいわ、すごいね。あ、なんか席がいろいろありますよ。ウディさんの席、ね、メッスさんの席、はいはいはい、どこなの、樹海さんと A さんの席とかいろいろあります。そこに多分座るから、うん、あれやね、喋りましょうよっていう感じなんでしょうね。働きましょう。いや面白い、いいですね、楽しみだ。あとちょっとで多分中に入る感じだと思います。はい、皆様こんにちは。じゃあ本日はイーフットボールファンミーティングにお越しいただき誠にありがとうございます。本日の進行を務めさせていただきます、ゲームキャスターのうまんちゅです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日はこのイーフットボールファンミーティング、皆様抽選に当たったとてもラッキーな方ということで本日、皆さん全力で楽しんでいってください。それでは早速ですが本日の主役、このオフ会のために集結した配信者6名にご登場いただきましょう。皆様大きな拍手をお願いします。まずはひさきさん。
静かじゃないですか。確かに。デスターも滑ってたもんね。いやいやいや、本当にやりにくかったね。すいません、こんにちは。よいしょ。すいません、ウィナーズの A です。よろしくお願いします。ごめんちかんにしました。大丈夫ですか。あ、すいません、リベンジャーズ対談したんですけど、はい、今日これがまさか思いませんでした。ありがとうございます。はい、次回さんお願いします。ちょっと待ってます。あ、はい。おお、すいません、入れ歯外してます。ちょっと喋りづらいんで。おお、ウェルカー。どうも、AJ ユナイテッドの次回です。私もウィナーズに加入させていただきましたので、ぜひとも今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。お願いします。最後にメロンパンさんお願いします。どうもこんにちは、メロンパンと申します。おお、本物や。あったら本物だなそれまではね、別人の可能性もあったんで、ちゃんと本物なんで、ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。それではこれから来場の皆様と一緒に皆さんでプログラムを楽しんでいきましょう。雰囲気は今後もこういうイベントをやっていくっていうか、こういうのがしたりとか、こういうのがあると思うので、まあ、なんかどんな感じだったのかっていうのを楽しんでもらえたらなって感じで、まあ、まずは、どのくらいですか。はい、はい、はい、はい。ということで、続いての企画は、配信者がプライドをかけて激突していただきます。これから配信者の皆さんには、2グループに分かれていただき、合計3試合を行っていただきます。スライドに出ている誰か鼻息がすごい。すいません、僕です。いや、俺も誰よ。鼻息がないやついんなと思ったら俺ですよ。俺一番疑われる。ちょっと鼻息控えめで、はい、試合中は鼻息だいぶ続けていいです。はい、お願いします。ちょっと名前やばいです。大丈夫かな。この辺の人の名前は。はい。はい、レイ、レイタス。まず A チームのボールからスタートいたしました。あ、ピンさん大丈夫よ。余計なことしないで。ちょっとやっぱ見せたくなるし。最終的にボールを組み立てます。レッサー、ただ先生で、A チームもどんどん前に行きたいですね。
ちょっとコナミさんの顔を出して
作っちゃう。いつの小原さんだろう。ねえ、これね、あの PK のやつ。ああ。3時間の、まあ、超ボリュームな感じでしたけど、ね、終わってみたら、まあ、あっという間でしたね。はい、最後に、配信者の皆さんに一言ずつ今日の感想を、いただきたいと思いますが、山川さん、お願いいたします。普段はやはり配信だったりだとか動画を見ていただくという形で、まあ、その僕らに関わっていただいているので、やっぱりこういう機会であの顔を見てあのお話できたりとか話を聞いていただけたりすると、すごくなんか温かみのあるその後の関係性になっていけるというところもすごくありがたかったですし、やっぱり配信とかにフラッと行くのとわけが違って、やっぱり今日も雨の中すごくあの遠いところから来てくださった方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった面も含めてもう本当にすごくありがたく楽しい機会いただけて、あのもう感謝でいっぱいです。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、まず今日は聞いてありがとうございました。このイフットボールの配信者他にいっぱいいると思うんですよ。その人たちとかもう呼びたいから、僕みんなで楽しかった楽しかったって SNS とかまあ、コナミさんに第2回をやってもらうようこう促してもらったりとかで、次はねもっと大きいところでやって、もっといろんな配信者がやって、もっと面白い企画もやりたい、そう僕は思ってるし、そうなればもっといい人ものが盛り上がると思うんで、まあ、その時があったらまた再度足を運んでほしいなって思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、メストさんいかがでしたか。まあ、そうですね、もう繰り返しにはなっちゃうんですけど、まあ、自分自身もすごくやっぱりまあ楽しめたイベントだったなっていうところですね。でやっぱこう試合してこうやっぱコープして会場も盛り上がってって、まあ、イフトボールっていいゲームだなとすごい思いました。オフ会なので第2回第3回ぜひともやりたいね。本当にこのメンバーにかかってますからね、第2回ここにいるみんなのね、みんなの、うん、お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後にひまくさん、お願いします。はい、今日は皆さん来ていただいてありがとうございました。本当にもうみんな言ってくれた通りなんですけど、あのこうやって時間作って来てくれたことにまずは感謝したいなと思います。ありがとうございます。まあ次回とか別に予定があるわけじゃないんですけど、まあこうやっていろいろチャレンジしていきたいなと思ってますし、まあ、ゆきと自体もね、週刊のブース始まったりとか、まあ、新たなチャレンジ本当起きてて、ここからね、どんどん進化していくと思うんで、なんか僕らもそうですけど、ここにいるみんなでなんか盛り上げていけたらいいかなと思ってます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後にですね、来場者の皆様を含めて全員で記念撮影を行いたいと思います。終わりました。終わりました。最後にメッサに文句言って帰ります。そうですね。はい、それでは続きまして、はい、それではどうも藤井さんの選手の皆様ありがとうございました。レジハテも毎日見て、ありがとうございます。毎回ちょっとボートレースで、ジジイも含めてなんか飲みに行けたらと思う。はい、またありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ウリーさんなんかすごいおかしい。ウリーさんすごい。ウリーさんに拾ってもらえなかったら僕は来れなかった。ごめん。まずチェックしてみて。ありがとうございます。すみません。移動してたから。みんなありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。猫じいて押してここまで行きましょう。オッケーです。ちょっと言ってください。猫じいて。イメージとちげえ。ありがとうございました。ありがとうございます。無事イベントが、無事イベントが終わりました。
もう夜の渋谷です。いや疲れた。いやイーフトのモチベも上がり、いろんな人に会えましたんでね、ちょっと頑張っていきたいと思います。顔めっちゃテカっとるわなんか第2回もやると思うんでね、コナミさんのねあれでね、また参加できたらなと思います。人すげえ。帰ろうお疲れでした。